早速ですが、キッチンにある食材を調べさせてください。限られた食材で空腹を満たすにはどう調理するか知恵を絞る必要がありますから。それとこれらを用意してくれてありがとうございます。もしよければ私が腕を振るいますので、あなたも食べに来てください。キッチン、ちょうどいい。俺の腕を披露してあげよう。こう見えても昔は結構料理を作ってたんだ。食べ物には武器と同等の価値があるからね。相手が作った料理を食べるのも戦いの一種と言える。俺の挑戦を受ける勇気、君にはあるかな？この厨房の配置、防御旅館のそれと全く同じものだ。手持ちの食材で我の知っている味を作れるか言ってみただけだ。期待などしておらぬ。料理人は場所にとらわれない。どんなチューブでもどんなコンロでも練習さえすれば本来の実力を発揮できるよ。もちろん食材はおろそかにしちゃダメ。新鮮なものを使わないとね。だけどここには食材があまりないみたい。私が料理を作るから食材を用意してきてくれる？キッチン、食材、複雑。森では使わない。でもハッシュドポテトじゃないやつ学びたい。教えてくれないか？作ったらお前とルピカに食わす。